ウルトラ怪獣バトルブリーダーズ。はい、どうも、いただきます、ね、ございます。ということで、ウルトラ怪獣バトルブリーダーズサービス終了というね、まあニュースが、昨日出まして、まあいつアップされてるかわかんないですけど、まあそこからですね、心にぽっかりと穴が開きまして、まあ、ちょっと気候に走ったと言いますか、星の国してなかった怪獣を、星の国するっていう。バジリス、まずバジリスだね。あとはね、あとなんかもう一体したんだよな。なんだっけ。ザムシャーだ。か、なんか星の国してみたりとか、あともう、とりあえずは、サービス終了前にタイラントを星6にするぞと。ずっとタイラントを星6にしたかったんだけど、タイラント牧場してたりとかなんやりかんやりで、まあ星6にできなかったんで、まあちょっと星6にしたいなと。別にそこに意味はないですよ。意味はないけど、タイラントを星6にしてからサービス終了を迎えたいなっていうことで、ちょっとタイラントをね、まあ今育ててます。はい。いや、っていう感じで、昨日ね、やりました。さらばバトルブリーダーズ。こちらはですね、今回エキスパートやっていきたいと思います。おー、来たねー。このダークナビさん。ダークナビさん。はい。新型のバリスレイド。あー、やめて。坂本監督の戦闘要員になっちゃうから。選択しないでくせに、うさいだまで。今それ何をやっている勝手に知っとる。なぜ私だ。お前、方法、なぜ存在し、あなたに破壊された後すぐ、んに、中枢の AI がナビゲーションプログラムを起動し、あなたは、私の怖いものを利用する。不屈。侵入していただと。意外とナビさん、すごい。あれやね、有能ですね。はい。突破は、はい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 。しかしあなたの態度は、なんか感情的ですね。なんだとそんなことがあるはずがない。気のせいだ。おお、怖っ。まあいいですけど。それでちょっと聞きしないの、何する気なんですか？いいだろう、教えてやる。このセクター決着つき次第、我々と同様の、はい、経営次第、大覚醒をする、サイバー惑星、ギルバディス様の復活を目指す。デビルスプリンターを使えば復活。あらら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 。セレブロさんもすでに解剖してるでしょうし。多次元宇宙を渡れるけどな。なるほどね。はいはいはい。なんか、もしかしたら、これから見てタルタロスとかも絡んできたりしてたのかな。って、なんとなく思ってしまいましたね。壮大なブーメラン。あとは似たようなプログラムですよ。ブーメランとは何だ。しかし残念です。権限を持つと、有機生命体に限らずプログラムのような存在であっても、そう、なれてしまうんですね。ほどんな理由がも存在ですね。そして、生きてる。意外といいこと言うね。ナビさんね。はい。ナイスの発売だ。もういい。バックアップを取ってやる。獲得者破壊する。前も破壊してやる。そうはさせませんよ。自爆モード無効になってます。ほほう。破壊してやる。オッケー。戦って。さて、地球人ども。つまらないだろ。メインディッシュを用意してやったぞ。へぇー。ほう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 。じゃあわかりました。アリルがアタック頂戴させていただきましょう。なんかね、ちょっとそんな悲しいこと言わないで。泣いても笑ってもこれが最後のお願いです。私は皆さんを信頼していますから、何も気にせず思う存分戦ってきてください。無事に再会できることを祈っております。それでは最強チームを編成で出撃して、蹴散らしてきてください。GO! バトルブリーダーズ！まず、さんのパキシモをここで使わせていただきましょうかね。そして、パーティーを脱いでいきましょうかっていう話なんですけど、
ラグナーがちょっと打たれ弱いかもしれんな。どうしようか。トリギア。とりあえずトリギアでいっか。よし、行きましょう。さあ、エキスパート。なんかちょっと難しいらしい。ビリエル、ちょっとダメです。エタルがトリギアだと思うぞ。じゃっちゃー。レジェンド大軍団。あ、陛下かっこいい。陛下かっこいい。よし。まあ、エタルダメを出してくるとは。ちょっと、スキルを、あらかた見ますか？うん。よし、頑張るぞ。これが、ラストバトルだからね。やっぱ、気を引き締めて。あ、固まった。あー、固まった。あー、フリーズタイ。ウルトラ怪獣バトルブリーダーズ。よし、復活再開です。さあ、今度こそ、今度こそ気を引き締めていきたいと思います。さあ、今度は固まらないといいな。フリーズしないといいな。いや、オープニングめっちゃかっこええやん。うん。もう勢揃いだよ、レジェンド軍団。いやでも最後にやっぱベリアルがね、ぐわーって決めてくれるのが個人的にはやっぱり嬉しいところではありますね。はい、エタルダメージ出してきます。出してきます。はい、ダメージになるな。なかなか厳しそうだな。とりあえずね、やっぱ、ちょっと前回の反省をあれしまして、スキル、ターン開始時防御力が自分以外の味方がいるときこのターン中、味方がいないとき SP が最大までアップする。味方の HP がゼロのとき攻撃力がシャープ必殺でしょう。スキルダメージ無効。とにかく効かないと。これはそのターン中2回コードを行う。中確率でガードを行う。うん。ネトラの奇跡。バトル結果並びに自分の HP で何で次。相手の USP。ウルトラ必殺技使ってくれるの？相手1体につき。ああ、20アップする。あ、相手って僕か。相手って僕か。ね。あ、なんだ、はいはい。ウルトラ必殺技直接攻撃になった時、ウルトラ。ウルトラの奇跡、重要視。バトル10回読み、はぁ、あ。はぁ、あ、なるほど。ウルトラ必殺技は、なかなか。自分以外の HP が増えるんです。低確率で HP が中、回復するんです。復活させんの？復活させんの？普通にやめてほしい。防御力はちょこっと上がってるな。まあ。まあ、行くか。まあ、行くか。ね、ああ、はいはい。うわ、長えな、なんか。一回攻撃力がないと射程倒す反撃を行う。攻撃力と防御力大アップ。なんかいろいろ、なんかいろいろ大変だね。いいでしょう。
行け行け、デストンドっていう方がいい。回避すな回避すな。ちょっとやっぱ復活させられちゃったらね、普通に厄介なんで、ここはねやらせていただきますよ。ゼロダークネス倒しちゃっていいね。グランドキングウルトラ必殺技いつ使おうかね。これも難しいね。グランドキングどうしよう。ダメージ。いや、どうしようかな。グランドキング防御力金。防御力金が下がってる。ダメージダウン。あー、雪か。いけな。勝てるかな。結構緊張するね。反撃しろ、反撃、反撃、反撃しねえか。うわぁ、やめてほしいです。痛いです。うわぁ、チクショ。これはいいね。いや、もう。ティガ使っちゃうか？ティガ使ってもいいなぁ。ぶっちゃけ。この辺の人たち防御力使ってみようか。誰に使う？ガトンゾア。よし、ゼペリオン光線アップアップ。ちょうどスティング、オッケーオッケー、よし、よし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 、いい感じに倒しつつあります。ダメージダウン。グランドキングが、いや、きつめっちゃ跳ね返してきた。どうしましょうか。あとも、ダメージなんか。痛い、やだ、痛い。いや、もう、おしまず使うか。おしまず使う。よし、よし、よし。まあ今のところは、まあまあまあって感じですね。まあこっからどう立ち回っていくかっていうところなんですけど。ギガバトルナイザーマチベリアルかっこいいわ。てか、ジオラマでもギガバトルナイザー付きで遊びたいっすよね。ブルーだね。ダメージダウン。厄介です。厄介です。ここはこれぶっ壊しちゃったね。攻撃殺命中防御。いろいろアップしてくるね。いけ。ダメージだ。必殺ダウン。なんかせめて従属になってくれたら嬉しいな。よし。よしよし。いいね、いいね。いいね。攻め、でも直しちゃうのか。これはちょっと困っちゃうね。これギア。死んじゃった。いやー。キーユーキラーザウルス一人はちょっときついなー。
と思って、グランドキングだけちょっと倒し方がよくわかんないな。ファーストジェネレーション反撃を行う、ごとちっかいのみ、必殺受けた時そのダメージはめすぎだろう。相手にダメ。一回必殺技を受けるまで防御、SP 獲得率超。通常攻撃で A っちゅうことですか通常攻撃で A っちゅうことですかこれ。まあちょっと多分ね、負け試合ですけど、まあ負け試合ですけど、一応頑張ってみますか、雪だぞ、一人で。まだまだめっちゃ湧き出てくる。てか何よ、雪だぞ、あんた強いねー。ユキラザルス、あんた強いねー。どうしたの？反撃だ。反撃、もう、さすがにしないから、そんないっぱい。なんか、めちゃくちゃアップしてるんだけど。どうしたお前。なんか、すごいアップしてる。どうした？どうした？どうした？よっしゃー、よっしゃー、いけ、あげげ。ちょっと待って、どうした？どうした？雪だぞらす、どうした？さすがにこれぶっ壊さんとダメだよ、多分。いけい。こっちも壊す。痛い。やめて。デスシューム効果。痛い。攻撃がアップ。痛い。ちょっと。なんで、あとちょっとだったじゃん。よーし、次で決める。いくぞ。これで決める。伝えたいこの想い、届けたい君の手に、輝く明日を守り抜け、この大地掴み取れ。行くぞい。陛下大好き、陛下大好き。よっしゃ、深夜テンションで頭おかしくなっちゃったけど頑張っぞい。うるさいよってね。もうとにかくね、とにかくだよ。もうデストロトスの D4A で、ぶちかますのが楽しいから、まあ、まずぶちかまします。まずはね、楽しいんだもん。しょうがない。潜伏。潜伏服ですか。どうしますかね。ゼロダークネス。まあ、ゼロダークネス倒すのは安定。もうここで、ウルトラ必殺技を使う。いろいろアップした。いやー、よし。よし。よし。
よし、ウルトラ必殺技を早く使うと強くなるんですね。回避うざーうざーうざたくし全やん。でもね、こっちのトレギアの方が強いってことをね、証明してやりますよ。いや、その前にユキラザウルスが倒した。よい。いいね、マガオロッチ。反撃せいしない。まあまあ、いいでしょう。やめてまあまあまあ大丈夫。とりあえずまだ大丈夫。まだ大丈夫。ダメージダウン。ダメージダウン、ダウン、ダウン。ダメージダウン。ユキラザウルスちゃん。ユキラザウルスちゃんどうしようかな。ユキラザウルスちゃんは、よし。多分グリーザね、回避力が高いからちょっときつそうだなっていうふうに思ったんですけど、ぶっ壊せないか。できればぶっ壊したかったけど、攻撃でごと耐える。よし、オッケーオッケー。攻撃でごと耐えるでしょうと思って。これゼロダメージだったらね、結構悲しいよね。悲しい時、悲しい時、夕日が沈む時。ねえ。ちょっと跳ね返してくるの痛いね。まあ、悲しい時、悲しい時ってウルバトが終わる時だよ。そんなことね、しょうもないこと言ってたら、ピリアルがですね、倒されてしまいました。そしてマガオロチがなぜか回復してます。やめてー。アークデスシウム光線強えわ。さっきからアークデスシウム光線結構しんどい。まあ、まとめずね、頑張りますよ。トゥ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 。どうするの？よし、攻撃必殺アップ。できれば巻き込みたいな。うまいけど、巻き込めないか。ダメージだな。食べてー。やっぱこっちとこう、やっぱこっちコンサートだな。反撃はしないか。いやー、必殺溜まってんのやだな。グランレーザー。ああ、徹底力が全然効かない。なんかウルトラやっぱ、やっぱウルトラ人どうぞ。いい、やめてー。痛い。熱い。熱い。暑いです。なんか気絶になっちゃった。気絶しちゃったよ。いやだな。どうしましょうか。いや、ここは通常攻撃で。よし、5000強い。エラキラザム強い。
痛いけど熱いけど耐えた。反撃お願いして。反撃しないね。反撃だな海。よし、なんか HP 回復した。なんかわかんないけど回復した。なんか頑張ってる。もうええ加減ブランドキングやられて。うん、よし。やられて。しゃやられて。大丈夫、生きてる生きてる生きてるって素晴らしい。やめて、熱いから。暗黒火球熱いから嫌い。熱いもん、マジで熱いんですけど。いや、いろいろ体勢アップ、アップアップ。もう通常攻撃で投げ倒していくよ、デラキラーザウルス。どんどんいくよ、どんどんいくよ。ダーン、いや熱い。反撃はもうしないのか。ちょっとマガオルチ持ってないから詳しいことか分かんないけど、反撃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 反とどめとどめ出せない。なんかまだとどめさせなさそうだから、これ一旦ね通常攻撃で。暑いよ暑いよ暑い。ここも待って、ちょっと待ってちょっと待って。よし、いけー、デラキラーザウルス。勝ち取ったぞこの勝利を。最後の、もう一つの惑星ウルバトが、紫色の惑星ウルバト。さて、地球人。レジェンドクラスの怪獣軍団を倒すほどの力を持つと見上げたものだ。私の配下にシャドウ、超新、やめて。超新型のバニスレーダーに改造してやる、やめてください。なーんてね。え？何？え？しかし、ブリーダーの皆さんがこれほどまでに楽しい存在になっているとは、ただただ驚くばかりですよ。姿は変化してしまいましたが、皆さんのおかげで、このセクター、訂正この惑星、なんとか守ることができました。本当にありがとう。なんでそんな、なんか、ゴージャスな、バージョンアップですよ、バージョンアップ。はい。はい。侵入するしか方法ありませんでした。銃を引き付けをする必要だったんですが、はっ、VR メソリ検討してくれてたおかげで、へぇー、昨日試し中、ゲームクリアだったんですけど、結構受けてしまい、残された時間なかったの。どうか強いっすね強いっすね。はい。急激変化おかしい。へぇー、あ、なるほど。同族ともに存在だったので、共存関係を築きたかった。まあ、仕方ないですね。はい。先月、その段階で、オーバーヒートされて破壊しようとしたので、惑星に破壊されたいだ、サボディネートアンカーの機能を逆転させ、総括者の惑星に同意を出す。よかったです。よしとしましょう。ハッキング支援。でも入手です。
関数には十分なもので、私たちが求めていた情報。はい、あらかた揃いました。うん。変動する、はい。そもそもは、生命体を疑似的に下げし、はい、育成したでありがとうございました。ただひたすら調査、研究する、行う、悪要素だと。うん。そんなのと、黒幕新実行してましたよ。はい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 。あー、そんなことより準備していたバリアを遥か移住や青色や闇の巨人たちのデータが無駄になってしまい、とてもやりきれない気持ち。まあ、なんだろうね、バリアを遥か移住ってね。何ですかね、青色って何ですかね、闇の巨人って何ですかね。ああ私もやりきれない気持ちでいっぱいです。これで終わりとなります。私たちの他にも再生し始めた存在を確認しているようです。はあ、遭遇することが考えられます。サイバー空間の深くに、解散するんですか。皆さんとの別れを寝ぼせるのが名残惜しいですが、そろそろ終わる時間です。はい、私にとっても有意義な時間でしたよ、この2年半ですか。うん、はい。ナビ5つの力袋と思ったんですが、何の説得力もないので、その辺やめておきますよ。もう、ウルトラ怪獣バトルブリーダーズリターンズ待ってますよ。終わっちゃったー、やだー。終わっちゃったんだけど、まあちょっとね、まだまだね、まあ今回はとにかくクエストをやっただけですから、まあこのね、ウルバトをね、まあこれから語ったりですとか、思い出をね、振り返って語ったりですとか、まあちょっとそういう動画ね、出したいと思いますし、あとはまあ、今ね、復刻したクエスト、この中からいくつか、まあ全部はやらないと思いますけど、いくつかちょっとね、このクエストはやりたいなっていうのがあるので、まあそれをね、改めて遊んでみたりして、まあ、終わろうかなと思います。で、ウルバトの動画ね、もう一番最初の、iOS はまあ配信はちょっと遅かったんだけど、それでもね、1月の19日からかな、ウルバトの実況を始めまして、なんと、190本を超えてました。すごい！今回の動画で192本目ですかね。もうすぐ200本ですよ。まあなので、切りよくね、200本目で最終回みたいな、まあ感じにしようかなと思ってるのでね。あと8本ぐらいは動画出したいですね、ウルバトの動画ね。まあ8本もまだわかんないですけど、とりあえずね、まあまだまだあと2ヶ月ウルバトね、そのサービス終了までありますから、まあそれが終わってもね、そのジオラマとかでもまあ遊べるみたいなので、まあまだまだもうちょっとね、ウルバトの動画は出すと思いますけど、まあひとまずはね、これで終わりということで、まあ次回はちょっとウルバトをね、振り返っていこうかななんて思っております。そちらの動画もね、ぜひ楽しみにしていただけたら幸いでございます。以上、ウラキダスでした。それでは、バイバイ！また次回。